そこすごくいいよ、そこそのまま続けて、そのペースで、あ、ちょっと早すぎるとかっていうのをいちいち言ってると、その冷めちゃうっていう意味で、喘ぎ声が一つのコミュニケーションになってるっていう考え方もあって、あ、これもすごい面白いなと思ったの。セックスしてる人を想像した時にどういう呼吸を想像するかっていうと、浅い早い呼吸をすごく想像するのね。シェリーのお風呂場。アヒルちゃんたち、あえでる？今日はあえぎ声について話させて。あえぎ声ってやっぱりエンターテインメントの中で描かれているものだと、とっても派手で音も大きくてトーンも高くてペースも速くてみたいなものを想像する人が多いと思うんだけども、ちょっと科学的なその喘ぎ声について情報を調べてみたわけ。そもそもやっぱりセックスについてのリサーチって本当に少なくて、2000年代に行われた研究とかはもう本当にそもそも100人とか、もうすごい少ない人数でやってるものだから、あの人類全てに当てはまるわけじゃないんだけど、まあなんとなく面白いから聞いてでこの少ない人数で行われた研究結果によって分かったことは、まず喘ぎ声っていうのはざっくり2つ分類されるとして、1つは挿入している時に思わず出ちゃう、こう押し出されるような声、まあその声の正体は、ある意味こうスポーツでいうとテニスとかの試合で力を入れるために思わず選手がハーって声出すのあるじゃん、あれにすごく似てるんだって。なんかこっちの喘ぎ声は、とても自然な、流れの中で出るもの。もう一つ、多分私たちがみんな想像しているあのいわゆる喘ぎ声ね、あの喘ぎ声って何なんだろうっていうのを研究した人がいて、そもそもはおそらくそのファン の, その勢いづいてる時にちょっと出ていた声であろうと。なんだけども、そこからそれがもう一つのコミュニケーションになってしまっていて、パートナーに対していいよ、それすごく気持ちいいよ、これもっと続けての合図に使われるようになっていったんじゃないかと。例えば私たちの会話の中で Yes, No ってよく使われる言葉がすごく短いのと同じで、あ、そこすごくいいよ、そこそのまま続けて、そのペースで、あ、ちょっと早すぎるとかっていうのをいちいち言ってると、その冷めちゃうっていう意味で、あ、すごく良くなってきたなのタイミングでちょっと声を出すっていうことで相手にいいよって伝える。喘ぎ声が一つのコミュニケーションになってるっていう考え方もあって、あ、これもすごい面白いなと思ったの。ってなると、これはまたさっき言ってた本当に70人ぐらいにしか聞いてないアンケートなんだけども、セクシュアリーアクティブ、つまりはあの性的なことを日常的にしてるよっていう人たちに聞いた一つの研究で分かったことは、その 60% ぐらいが、まあ、相手を喜ばせるために喘ぎ声を出してるよと。でもっと言うと 70% 以上ぐらいの人が、あの相手のオーガズムをせかすために喘ぎ声を使ってると、うーんって思う人いるよね、きっと。コミュニケーションなんだよね。私がじゃあ何を言いたいかというと、必ずしも喘ぎ声が大きくて激しければすごく感じてるんだっていうことでもなければ、喘ぎ声がない、つまり気持ちよくないんだね、感じてないんだねっていうことじゃないんだね。喘ぎ声っていうのはもちろん自然発生的に体の反応的に出るものもある。相手に対して、あなたのことが好きだよ、あなたがこういうことしてくれてるの嬉しいよっていうのを伝えるための喘ぎ声もあるから、なんか喘ぎ声とか出さなきゃいけないのかなみたいな、なんか喘いだ方がいいですかみたいに思ってる人は決してプレッシャーに感じないで、喘がないのも普通。毎回言うけど、 AV はエンターテインメント、見てる人たちを興奮させるためにあえてオーバーに、バラエティだってそんなに熱くなくても熱いってやることがあったりするよね。それと似てるかも。あれをそのまま教科書にしないで、自分なりのセックスの時の声の出し方とか、その、まあ、声を出すかどうかもそうだけど、でそれをパートナーにも求めるのも良くないなって私は思う。だからパートナーが声出してないから、なんか気持ちよくないのかな、感じてないのかなって思う必要は全くなくて、表情だったりとか体がリラックスしてるかどうかとか、そういうところから感じ取るのがいいのかなって思います。
もちろん言葉のコミュニケーションも大事だから、どうこれ好き、これこのぐらいのペースでどう、痛くないって確認するのもすごく大事だなって思います。でね、喘ぎ声を調べてたら、私的にもっと面白いと思ったことがあって、それがセックスの時に呼吸してる？いや、してるよね、してるよね、呼吸はしてるの。でもね、これ呼吸の仕方が意外と結構大事なんだっていうことが分かって、セックスしてる人を想像した時にどういう呼吸を想像するかっていうと、みんながみんなじゃないかもしれないけど、私なんかはこう浅い早い呼吸をすごく想像するのね。で、これが早くなればなるほど興奮してるみたいなイメージがあったんだけど、これが実はあんまり生物学的に言うと良くないんだって。浅い早い呼吸っていうのは実は脳に対して、今あなたは危険な状態にあるんだよっていうシグナルを送って、脳がファイトオアフライトって、このつまり今自分は危険な状態にいるから、こうちょっとこう構えないとっていうスイッチを入れちゃうんだって。で、このファイトオアフライトのモードに脳がなっちゃうと、アドレナリンが出ちゃって、やっぱりそこからすごく気持ちよくなってリラックスしてオーガズムってなかなか難しいよね。まあもちろん大前提でいろんなセックスがあって、アドレナリンを楽しむっていうセックスもあるよ。でもまあこのお風呂場では一応ベーシックな、いわゆるみんなが安心して安全に楽しめる不安レスなセックスを考えた時に、この呼吸を浅くするっていうのは、もしかしてちょっと自分の心の状態をよからぬ方向に持っていくかもしれない。じゃあどうすればいいかっていうと、深いゆっくりな呼吸、これを意識すると、頭 の, その自律神経がリラックスするんだって。脳がリラックスすると、つまり当然体もリラックスして、自分の性器に血が流れやすくなって、興奮するところも興奮しやすくなる。自分は安全な場所で好きな人とすごく楽しいことしてるっていうことに集中できるから、誰かどっかから敵が来るかもしれないっていうことじゃなく、このパートナーとのこの時間を楽しめる。で、やっぱりみんなその AV だったり映画とかドラマとかの、いわゆるスクリーンで描かれるセックスを想像した時に、浅い呼吸、そして派手な喘ぎ声みたいなものを想像する人がやっぱりほとんどだと思うので、パートナーとこの話をするのもいいのかなって思う。本当に気持ちよくなるのは、喘ぎ声とかを気にしないでリラックスして、こうしっかり深い呼吸をすることが、なんかより気持ちよくするらしいんだよね、今日ちょっとさ、そこ意識してエッチしてみようよみたいなコミュニケーションを取るのもいいのかもね。だって自分が突然それを始めてさ、今までめっちゃ喘いでた人が、あれ今日全然喘がないみたいになったら不安にさせちゃうかもしれないので、そういうことをコミュニケーション取ったりとか、まあもちろんね、この動画をパートナーに送って、らしいよの一言だけ添えてもいいかもしれない。ということで、今日は喘ぎ声、そしてセックスの時の呼吸についてお話ししましたけども、なんかこの辺って本当はどうなんですか、こういうのってどうすればいいのみたいな質問があったら、ぜひコメント欄に残していってください。そしてチャンネル登録と、この動画のいいねボタン、よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。